ずあの糸魚川のこちらジオパークステーションというんですね。あの糸魚川は先ほど親不知海岸出てまいりましたけれども、日本ジオパークユネスコのジオパークに指定されております。非常に海岸線が美しい路線を走ってまいりましたけれども、で皆さんご承知の方多いと思いますけれども、かつて JR 西日本などが運行してました寝台特急トワイライトエクスプレスもこの糸魚川を通過しておりました。停車はしておりませんけど、で、なんでトワイライトエクスプレスがここにいるのかと言いますと、これも誠に公式発表では申し上げにくいと思うんですが、さらっと話を聞き流していただければ、市長様が鉄道がお好きだと、ここに古い大分線で昔走ってたディゼルカーがあるわけですが、これもまた市長様が欲しいなとおっしゃって、市の職員を困らせていると今日市の職員いないですよね。糸魚川市役所ですね、鉄道関係で困ったことがあるとうちに電話がかかってくるというシステムになっておりまして、なんとかこれを再現できないか、再現できないかというか、元はといえば、大阪の吹田の工場にございました、この廃車体をもらってこいということだったんですね。でところがです、これを JR 西日本からいただいた時と法律が変わってたんです。廃棄物処理法っていう法律がございます。アスベストがついているものを中古売買できないんですね。できなくはないんですが相当ハードルが高い、というわけで、アスベスト、国鉄時代 の古い車両です。こちらは昭和30年代でこっちも元は昭和40年代に作ってる車両ですから、アスベストはまだ禁止されてない時代のものです。それを売買するわけにはいかないということで、というわけで糸魚川市はどう考えたかというと、もらえるもんだけもらってこようということで、中にございます照明装置ですとかカーテンですとか、また後ほど詳しくご覧ください。テーブル本体、椅子、こういったものは吹田にあった車両工場からもらってきたと。で肝心のボディはアスベストがついているので、もらってこれなかったんで自分たちで作っちゃう、これが事の始まりでございました。で、置き場所をどうするかっていうのをいろいろ考えました。糸魚川市内どこに置いてもいいよというご相談だったんですね。で当初この駅逆側を降りられまして、駅北側で回りますと徒歩5分か10分ぐらいですぐ日本海です。本当にここ新幹線停車駅でありながら日本海に一番近い駅です。で最初ですね、国道8号線がこの海沿いを走ってるんですが、国道にちょうどですね鉄道車両の大きさとそっくりの展望台がありました。幅3メートル、長さ20メートルの夕日を眺める展望台があったんですよ。夕日、トワイライト、ここはぴったりだと。それでその展望台を改造してトワイライトエクスプレスの車両したらどうかってご提案して、実は市役所のみのみで計画を立てておったんですが、国土交通省の方からですね、国道にそんなもの作るのは何事かと道路上であります。天下国家の国道、それも8号線という大幹線、それで国道を塞いで工事しようという計画をですね立ててかなり実は霞が関とやり合ったんですが、かなり行き詰めたんですが、最後結局ダメということになりました。行き場を失いましてここに作ろうということになりました。しかしです、条件がございます。この上新幹線が走ってますので新幹線の土木構造物の基礎が入ってます。ですから重いものを置けない。ところがこれは新幹線を作るときに実はもう設計計画に入ってた。
滑り込めたこの人は。で、ですから実は上の構造物はこの人がいることを前提に基礎を作ってます。でもう一個同じものを置くとなると計算が違ってきます。もし新幹線の高架橋が傾いたらこれとんでもないことになります。じゃあどうしようか、軽く作る必要があるというわけで、実はこれ木造です。全部杉の木でできてます。地元の糸魚川の木を切ってきて作ってます。ですからすごく軽い。で、そんな折、ある別件、全く違うところからお話が持ち上がりました。今から昨年の春まで、東京にございます六本木ヒルズというビルの27階で、天空の鉄道展というものが行われてました。日本テレビが主催してやっておりました。で、そちらの、実は展示の監修を私がお預かりしておりまして、日本テレビの方にこんなことやってるんですよってご紹介したら、監修さんこれ持ってこれないかなと。持ってくるって何ですか。トワイライト27階にっていうところからですね、急遽もう作ってる途中から六本木へ持っていくと。で、東京の六本木ヒルズ森ビルで糸魚川市が鉄道を中心に街づくり、地域を活性化するというのをやってるということを展示しようという企画にしましょうと。で、日本テレビとしてもですね、地域と鉄道が力を合わせて街を元気にする、今鉄道というのはそういう役割をしているということを展示としてお伝えするのは、これ報道機関としてやらなきゃいけないことだということで、日本テレビも OK で、糸魚川市としても東京で宣伝できるのはもう諸手を挙げて賛成と。で、困ったのは工事、実際これを工事している担当者です。どうやって持っていくんだこんなもんと。実はこれ5分割できます。5分割してました。で、5分割をしていっぺん組み立ててばらしてトラックで1泊2日で運びました。で、しかも近い上信越道、北陸道だとカーブが多いので壊れるんじゃないかと、碓氷峠を越えられないだろうということで、わざわざ、直線が多い関越自動車道を長岡経由で、遠回りして運んだというものでございます。関係者はこれが東京の六本木まで行ってここに戻ってくるまでヒヤヒヤでございました。そして完成したのがこちらです。で、実はこの政策に当たりましては、こういういろんな地域の思い、市長もこれをここで再現することで地域を元気にしたいという思いで、いろんな市民巻き込んでワークショップもしました。で、実は今ここで実は駅周辺の飲食店さんのお食事を実際この中で召し上がっていただくことができます。今コロナの関係で1日1組限定ですけれども、すぐそこに美味しいイタリアンさんがありますし、この辺も美味しいお寿司屋さんが、他にももちろん節月会普段お食事ご提供いただいている鶴木屋さん、料亭さんをはじめ、糸魚川は本当に美味しいお食事がいただけます。ここも海と山の幸たくさんございますので、そういったお食事をこの中で出前してくださいます。ですので、モネのお食事もいただけると。で、またご覧いただけますけれども、車窓も映し出しております。雰囲気を盛り上げるためにプロジェクターで車窓を映し出してます。これは今越後徳光鉄道 のカメラマン高知さんが実際に車両から撮影したもの。ありがとうございます。皆さんどうもありがとうございます。先生ありがとうございます。はい、で、これは天井の高さがですねちょっと足りなくて、いわゆる寝台車の屋根が入りませんでした。実はちょっと形はアレンジはしておりますが、他はほぼミリ単位で本物の車両と同じです。こちら JR 西日本の全面協力いただきまして、同じ時期に私どもJR 西日本ウエストエクスプレス銀河を設計しておりましたので、本社の、幹部の方に無理にお願いして、京都鉄道博物館全面協力のもと、
段中見れないんですけど、本物は。あの全てうちでコピーしました。色から素材からで、またヘッドマーク、行き先表示もまたご覧ください。これも本物です。JR 西日本の子会社が制作、無理に制作していたものでございます。偽で作ったんじゃなくて、JR 西が作ってるんで、本物、紛れもなく本物です。まあ、そんな、変築林なものでございます。どうかまた糸魚川をお越しになった際、またぜひお立ち寄りいただければ、また糸魚川のおいしいお食事とともにお楽しみいただければと思います。どうぞゆっくりご覧くださいませ。ありがとうございます。一応靴を脱いでいくことになっておりますので、どうぞごゆっくり中へお楽しみください。でまたこの奥にも見どころございますので、この車両の奥に驚きの空間ございますので、お越しになってない方はぜひまたご覧ください。